待たせるわけにはいかない。イエーイ、バミトントンしようぜ、バミトントン。はい、2、はい、いただきます。おいしい。俺もイチゴ食いたい。うわ、バエバエよ。ここでね、正義とかタツキとかメンバーと合流する予定になってるんで、それを今待ち合わせてるっていう感じです。あー来た、わっさめー、わっさめー。どうだった？楽しくてしょうがないです。楽しくてしょうがない。いいないいないいな。この後最後のデートはまだあるんですよね。最後のスポットがここということで、こんなおしゃれなとこで、やば、はい、やばくない？ザ・デートスポットじゃん。で、最後の子が一部の子かな。そうだね。おお、来ました。お待たせしました。来ました。来てくれました。来ました。いや全然です。大丈夫です。来たばっかりでございます。よかった。じゃあ行きますか。行きましょう。あの観覧車に行きます。コスモワールドに行きます。ロマンチックすぎません？来ました。コスモワールドスピニングコースター、ちょっと緩めのジェットコースターと観覧車、そこ行きたいなと。なんかキュンキュンすんな。見ててね。見てるだけで、うん、あそこにチラッと見えてんの。今どんな気持ちなんだろうね。ねえ、やべえ、恋愛してそろそろ出てきますかね。ねえ、出てくるかね。俺ら絵に描いたような、うん、あの、いい奴らみたいな。ほんとだよ、ほんとだよ。でねえ、タオル。めっちゃいいな。めっちゃいいな。何クレープですよ。何味？生クリームバナナ。おお。生クリームイチゴ。あ、可愛いイチゴ。イチゴが好きだから。あ、アンした方がいいんだよ。アンした方がこれ。めっちゃ大きい。そう、めちゃ。やばい。あやたが脇に挟んでる。デートしてるな。あやたが。うわ、あ。恥ずかしくなってきた、こっちありがとう。はい、うわ、美味しいんだって。美味しいんだって。幸せの絶頂感。俺もイチゴ食いたい。うわ、映え映えよ。自分のあげちゃうスタイル。イチゴ好きだから。あー、お互いイチゴ知ってるね、そこまで。口についてる、口についてる。ちょっともう、ちょっと俺らも照れちゃうから、もう行ってきて、ジェットコースター。で、俺らはね、いいやつらだから。そう、いいやつらだから。50分待ちをね。話は待ってやろうぜ、こっちは。並んでやるよ。なんだ、ありがとうございます。いやいやいや、やめてください、やめてください。いつもの前だから。いつものいや、そういう素が好きだから。なるほどね。本当にいいやつだ。本当ね、天文好きなんだ。じゃあもう趣味も天文って感じなの。YouTube なんか。あー、なるほどね。ジェットコースター乗りまーす。5分待ちって書いてるけど、多分0秒で行けると思います。行ってきまーす。意外と良かったな。マジ。死にましたね。死にましたね。遠心力がやばすぎて。本当なんかマジで頭打ちそうになってます。ガッツ。こうなるよね、こう。乗っちゃったよ。乗ってもうた。でも、え、乗ったことは？乗ったこと何回かある。何回か。うん、それは。でも女の子と乗ったことはない。え、ほんと？うん。じゃあ、私初めて。うん、初めて。やったー。うわー、いいねこれ。だってあのね、このジェットコースター全然高いもんね、うん、これ。でも逆にここの高さまでさっきいたんだね。あー、そうだよ。そりゃ叫ぶわ。でも、こっからさらに半分ぐらい上がるから。うん。こっちやばい、こっちやばい、こっちやばい。すげー。上行ったらすごい綺麗だよ。ああ。後ろ、後ろ、後ろ、やばいよ。うわ。ああ、さっきジェットコースターで見たやつや。すごい。私めっちゃ贅沢してる今。贅沢してますか。超幸せ。贅沢してます。え、だって好きな人と観覧車乗ってるんだよ。やばくない？僕も贅沢ですよ。
ようやくね、ターボ大輝さんと、京平さんも合流で、あらら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 、もうラブラブよ、あいつら。もうすぐね、最終投票、こちらにターボさんが、彼女に選ぶのかというお昼とかにデートしてた、チコちゃんがいますので、はいはい、インタビューしていきましょう。あー、よいしょ。どうでした、デートしてみて。楽しかったです。楽しかったよかったよかった。手応えありました。やることはやりました。やることやった。おー、え、どんなことじゃん。ターボさんが案をしてくれました。おお。お前じゃねえんだよ。もう最終投票もうすぐなんでね、はい、ちょっとドキドキだと思いますけど、こっちもドキドキだからね。はい、舐めてんな。はい、逮捕。逮捕、離れて。終わりです、終わりです。終わりだよ。もうファニーが来てます。ほら、もう両方いるから。もう一人。どういうだろう。なんでお前が両手に。お前、二人ってんじゃねえか。まあでもここから本当にあの、はい、決戦ですよ。そうだね。忙しいよ。忙しいよ。どっち。ちなみにもう決まった。心の準備大丈夫。おお。じゃあ、はい。じゃあ移動しましょう。はい。もう心の準備いいですか。もちろん。つい来ちゃうんだ、この時が。じゃあ、目をつぶってください。開催します。EGA ベの前日まで彼氏いたんですよ。企画がこうあるっていう前に私はもうアタックしようと思ってたんですよ。ダメね、ダメね。ツイッターをなんかずっと見ちゃってるというか、動画でしか見たことないんですけど、なんか好きだなっていうふうにこう思いになってきた。おお、いいね。理由はないです。好きな食べ物に理由がないのと同じような感じで、うん、まあ、気づいたら私も目を追うようになってて、あ、そういうこと。の場合は追ってもらいたいけども、追いすぎると多分しんどいってなると思うので。すごくまいけど、私はちょっとこうはできんと思う。焼き鳥やったらまだいいけど。いちごタルトを作ってきたので、いただきます。うまい。めっちゃうまい。私めっちゃ贅沢してる今。贅沢してますか。超幸せ。贅沢してますよ。はい、ということで、このお姉さん、彼女ということでよろしいでしょうか。はい、じゃあお姉さんにもちょっと感謝の言葉を述べてもらって。もういちごちゃんとのね、赤レンガから始まり、インスタ映えのスポットで写真撮ったりとか、バドミントンとか、いろんなことをした約1時間、2時間だって。もう本当に楽しかった。一番何よりも嬉しかったのが、いちごタルトを作ってきてくれたこと。今でもちゃんと思ってるし、帰っても俺全部食うし、あれ本当に美味しかったし、何よりそれは嘘じゃなかったっていうのが伝わって、本当に嬉しかったです。まあこういう形になっちゃったけど、本当に感謝しています。ありがとう。ありがとう。いや、本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました。またちなみになんだけど、僕はどう？僕あ、ダメ？ダメ？ダメ？あ、ダメなんだ。じゃあ、ケイさん、潜ってあげて。行こうか。こちらコックちゃんですかね。これから正式な彼女になるということで、はい、ターボさんから愛の告白をお願いします。何よりもその一部のオーディションでね、みんなすごい本気でガチガチで来てくれたんだけど、一番本気なのが伝わってきたし、デートとかもしてカメラ持ちながら、例えばお茶飲みたかったらお茶持ってくれたりとか、なんかそういう細かい気遣いがめっちゃ染みてきて、観覧車でねいろいろ喋ったもんね。
サンリオ行きたいとか、ディズニー行きたいとか、これから俺と一緒に行ってくれると嬉しいです。もちろんです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ありがとう。おめでとう、ターボー。オーディションでは今日でいいって言ってくれたけど。あ、もちろん。ありがとう。よろしくお願いします。お幸せに。お幸せに。じゃあちょっと行きますね。夜の街へ行く流れじゃなくて。ということで、決まりました。決まったね。決まっちゃったな。お互いが幸せそうだよ、もう。できましたという。おめでたいけどね、大変だね、心が。いやそうね、相手の方で。これがなんかその恋愛のなんか難しいとことかなんかね、なんも言えないよ。テラスハウスみたいな、はい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 、そうだね、こういう気持ちになるんだなっていう。そうだね。まあね、これほんといちごタルト作ってきてくれてたなんてね、なんか俺はすごい。そう、初めて知ったから、おーマジで。ちょっと感動した。マジもうガチなんだな。カメラブルブル触れてたもんね。やばい。本当にたくさんの方ご応募していただきましてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、YouTube の企画でやってる人は他にもいますけれども、はい、ターボは YouTube やる前から本当に彼女いなくて、ガチの彼女を探してましたので、はい、本当に、付き合うことになりましたので、はい、皆さん温かく見守ってくれたらと思います。はい、まあ、お願いします。お願いします。これからもより一層 AC スタジオは面白い動画作り頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。バイビー。バイバイビー。Okay.